なんだよ、せっかく人が親切に届けてやろうと思ったのに。怪我をしたペンデルトンを見舞った帰り道、ジミーの小屋の近くでチルトン医師に会ったポリアンナは馬車で送られることになってご機嫌でした。それはよかった。しかし私が見るところ、君には大好きなことが随分たくさんあるらしいね。ええ、私生きているものなら何でも好きよ。でも生きていないものはあんまり好きじゃないの。生きていないもの？おお、例えば？裁縫とか音楽のお稽古とか、ああいうものは生きてるもんじゃないんですもの。おお、するとそれは何なんだろうな。パレーおばさまは生きることを覚えるためのものだっておっしゃるの。なるほど、生きることを覚えるためのものか。パレーさんの言いそうなことだな。でも私、そういうことを覚えなくても生きることはちゃんとできるような気がするの。だってお父さんは裁縫や音楽のことってあんまり言わなかったんですもの。先生はどう思う？私もそう思いたいんだが、どうやらそういうことが大切な人もいるらしいんでね。ん？ポリアンナにすっぽかされたおかげで、てんでやる気がなくなっちゃったな。あいつってどうした人のおせっかいばっかり焼いてんだ。まったく、へんてこだったらあれしないよ。ちょっと急ぐんでね、すまないが、ここからは歩いて帰ってくれないか。はい、どうもありがとう、チルトン先生。あ、今日はご苦労だったね。ペンデルトンに代わってありがとうと言わせてもらうよ。じゃあ先生。さようなら、チルトン先生。さようなら、ポリアンナ。さよなら、チルトン先生。さようなら。さようなら。お嬢様。あら、トム。やっとお嬢様の元気なお声が聞けて、わしにとっても今日はいい日でした。今まではこの庭も火が消えたようで。ごめんなさいね、私ずっとチップマックにつきっきりだったから。でももう元気になったから大丈夫よ。これからは私また毎日ジミーのとこやスノーバさんの家やいろんなとこに出かけるから。
トムにもしょっちゅう会えるわ。そりゃあありがたいことです。今日はね、ペンデルトンさんのお見舞いに行ってきたの。それでペンデルトン様は？あんまりご機嫌じゃなかったわ。一度は良くなったのよ。大きな声で笑ったりなさって。あのお方が？ええ、そりゃおかしそうに。でもすぐまた機嫌が悪くなったの。チルトン先生はね、それは怪我がなかなか良くならないせいだっておっしゃったわ。私ね、今橋のところまでチルトン先生に送っていただいたのよ。私チルトン先生といるとなんだかお父さんといるみたいな気がするの。だってとっても優しいし、声がお父さんそっくりなんですもの。大好きの中でも特別大好きよ。じゃあまたね。あの子が悲しい思いをしなさらなきゃいいが。おばさま。ただいま、おばさま。おかえり。おばさま、ペンデルトンのおじさまにグラタンをお届けしたわ。ポリアンナ。はい、おばさま。あちらじゃ私から送ったとは思っていないでしょうね。ええ、それは大丈夫よ。私おばさまからだとは思わないようにってちゃんと言いましたから。まあ、お前わざわざそんなこと言ったんですか？だっておばさまがそうおっしゃったから。私、私はね、ポリアンナ、私からだと思われるのは迷惑だから、その点くれぐれも気をつけるように言ったんです。それをそのまま伝えるとはどういうことです？おばさま。はあ、はあ、私にはどう違うのかさっぱりわからないわ。ねえチップマック、今日はいい日だと思ったけど、でもパレーおばさまもペンデルトンさんも、それにチルトン先生までみんな途中で黙っちゃって、なんだか変な日だったわ。どうしてなのかしら。そうね、考えたってわからないものはわからないわ。行こうチップマック。あ、行けない、もうこっちじゃないんだわ。本当にここが私のお部屋かしら。なんだか心配になってきちゃったわ。わあ、よかった、やっぱり私のお部屋よ。わあ。ねえチップマック、今日からここが私のお部屋なのよ。わーい。わーい、こんな素敵なベッドで寝られるのよ。本当に夢みたいだわ。なんだか急に一人じゃやる気がなくなっちゃって。それでサボるなんてダメね、ジミンは。そんなこと言うなよ、やるときはやるんだから。さあ始めるわよ、ジミン。オッケー、よし、じゃあこの板持ってて。うん、よっ。
それから3日ほど経ったある日の午後のことです。ああ、これじゃどこにも出られそうにないわ。早くやまないかな。そうだわ、ナンシーのお手伝いしよう。チップマック、お前はここで待ってんのよ。お料理するとこには入れてあげられないから。いいわね。どうどう。雨で大変でございましたでしょ。ナンシー、お前はお下がり。はい、あのお嬢様に何か。お前には関係ありません。早くお下がりなさい。はい。ポリアンナ。はい。お前のおかげで私は今日の婦人会でとんだ恥をかいたんですよ。え、どうして私に隠れて婦人会になんぞ出かけて行ったんです。私隠れてなんか。黙っていけば同じです。それもあのジミーなんてこのことであんなみっともないことを言いに行くなんて、一体どういうことなんです。おばさま、私わからないわ。ジミーを引き取ってくださいってお願いするのがそんなにみっともないことなの。当たり前でしょう。素性も知れない子を。私は婦人会の方たちからお前が行った時のことを伺って、もう恥ずかしくて恥ずかしくていたたまれませんでした。もう二度とこんなことのないように気をつけてくれないと困ります。あら、そのことならもう心配しないで。おばさま、私自分が婦人会の方たちに育てていただいたからジミーもって思ったんだけど、ここの婦人会じゃジミーを助けるより立派な報告ができる方がずっと大切なんだって分かったんですもの。まあ、なんてことを。ジミーはね、ずっと孤児院でいいって言ってくれたの。その代わり昼間一人で好きなことができるお城を作ることにしたのよ。お城？ええ、本当は小さな小屋だけど今一生懸命に作ってるの。だからもうおばさまや婦人会の方たちに心配かけないで済むわ。もう大丈夫よ、おばさま。そう、それは結構。おばさま、おばさまが恥ずかしい思いをなさったのなら私謝ります。ごめんなさい、おばさま。ちっとも気がつかなかったわ。なんて綺麗なんでしょう。本当に本当に素晴らしいわ。ポリアンナ、いきなり何を言い出すんです。ああ、いけないわ。おばさま、せっかく綺麗なカールなのに。ね、お願い。おばさま、私にその髪を言わせて。私髪を言ってあげるの大好きなの。スノーおばさんや他にもいろんな人の髪を言ってあげたのよ。でもおばさまみたいに素敵なカールの人なんていなかったわ。きっと他の誰よりもずっと綺麗に言えると思うの。ね、お願いよ、おばさま。さ、こちらいらして。おやめ、ポリアンナ。さ、早く早く、おばさま。ほら、そんなに引っ張らないで。私は髪を言う気なんてありませんよ。早く、ポリアンナ、おやめなさい。さ、おばさま、おかけになって。今すぐ鏡と櫛を取ってくるわ。それまで絶対に動かないでね。お願いよ、おばさま。ポリアンナの言葉はパレーの心を奇妙にときめかせました。それはパレーにとって珍しいことでした。
髪の形や身のこなしのことを気にかけてくれた人があったのはいつのことだったのかしら。美しいパレーを見るのが嬉しいと言ってくれた人があったのは。こんなにたっぷりした綺麗な髪を見る人たちはきっと大喜びよ。おばさまったら今までずっと隠してらしたんですもの。びっくりして羨ましがる人がたくさんいると思うわ。私ね、みんながびっくりするくらい素敵に仕上げるつもりよ。私はなんでこんな馬鹿げたことをさせてるのかしら。あら、おばさま、馬鹿げてなんかないわ。誰だって綺麗になったり、綺麗なものを見たりすればよかったって思うはずですもの。そうならない人はとってもお気の毒な人だと思うわ。でも私は。さあ、おばさま、もう一度待っててね。髪に触ったり動いたりしちゃダメよ。約束よ、おばさま。内緒よ。だって私、おばさまをびっくりさせたいんですもの。これはお立ちになって。さあ、今度はこっちよ、おばさま。何をしようというの、ポリアンナ。危ない。ポリアンナ、目隠しを取ってくれないと危なくて。大丈夫、もうすぐよ。ポリアンナ、ちょっとお待ちになってて、おばさま。ポリアンナ、どこにいるのです。返事をなさい、ポリアンナ。おばさま、目隠しを取りますから、ちょっとかがんでくださいな。はい、出来上がりよ、おばさま。わあ、綺麗、まるで女王様。してくれたんです。私をこんなに飾り立てて、その上人に見られるような目に合わせるなんて。どうして、どうして綺麗にしちゃいけないの。何が綺麗なものですか、こんないやらしい。あんなに素敵だったのに。私が処方箋に君のことを書いたんでね。あのわがままな病人がすぐにでも会いたいから迎えに行けとダダをこねてるんだ。それで仕方なくやってきたんだよ。でも
先生、処方箋ってお薬や注射のことなんか書くんでしょ？私はね、ベンデルトンの処方箋に薬よりポリアンナの方がよく効くって書いたんだ。やだ、私お薬の代わりに飲まれたら困っちゃうわ。大丈夫、話し相手になってくれればそれでいいんだ。雨も止んだことだし、都合がつくなら一緒に来てくれるとありがたいんだが。私行きたいわ。そうか、それは助かるな。でもおばさまに伺ってみなくちゃ。ちょっと待っててね。黙っていけばいいでしょう。婦人会の時のように。おばさま、さあ私に構わずにさっさと行き、行けばいいんです。パレーがなぜこんなに機嫌が悪いのか、ポリアンナにはどうしても分かりませんでした。ただひどく悲しかったのです。お医者様って世界で一番嬉しいお仕事だわ。ポリアンナはチルトン先生にとっても特効薬だったのです。次回、愛少女ポリアンナ物語、チルトン先生大好き、お楽しみに。